はい、ピースケでサクスをやっていきますということで、今週からですね、ガンダのおやつ、ハゲおじさん編がスタートします。で、金ハゲもらえます。はい、以下のキャラが出ます。はい、感じです。はい、で、新入生応援もやるそうで、うん、まあアプリよりはだいぶ渋いんですけど、うん、まあ一応気持ち程度やりますよって感じになってます。はい、アプリはね、130個配って、まあサクスペ換算で650個かな。ミニストーンなので、あのサクスペの1個の石って、はい、って感じですね。はい、でも、まあ、安い石もめちゃくちゃあったりとか、まあ周年が被ってて、ね、ちょっと中途半端になりがちではあると思うんですけど、はい。で、新キャラです。はい、トドロキアルカ、パワーフェスの子だよね。はい、って感じになってます。で、しおりさんと本若がいて、ちょっとね、あのトドロキちゃんの性能で同じバナーに本若はね、ちょっとね、ちょっとひどいかなって思います。はい、っていうのは、まあ、オート彼女で、鉄腕変幻自在でバウンサーなので、まあ、ほぼほぼ上位互換なんですよね。うん、コントロール8あるということで、はい。で、フリート中はまあ固定彼女になるかなって感じだと思います。はい、今まで、まあ、ラミーとか、まあ、広川ちゃんとか使ってたのかな。はい、だと思うんですけど、で、急速上限彼女がいないので、うん、まあ、基本的には固定になるかなって感じだと思います。うん、コントロール8なのでね。で、まあ、イチローさんとか翼ちゃんとか来たら、なんだろう、まあ、もしね、別の急速上限の彼女とか来た場合に、まあ、無理して、8積まなくても141に、まあ、最終的にはなると思うんですけど、うん、151はどうだろうね、だいぶきついかもしれないんだけどって感じなので、うん、まあまあそういう感じです。まあ、基本的には、まあ、彼女キャラ、まあ、1人は入れなきゃいけないんで、うん、フリート中は必須になるかな。で、多分長いので、うん、まあまあ、俺、まあ、ちょっと借りればいいかなとは思ってるんですけど、はい、感じです。はい。で、エジプト環境だよね。エジプト環境がそんなに必須じゃなくなってしまってるのと、まあ、シラス近い、フリートも強いということで、はい、まあ、ちょっと、ばらけてしまってるんで、ちょっとしおりちゃんがね、まあ、逃走強化が、アプリの方で来そうなので、まあ、来年また使うかもしれないんですけど、はい、って感じかな。ちょっと他が弱いんですよね、って感じです。はい。で、まあ、この辺の、まあ、立川の準備とか、いろいろ、カンパチとかね、まあ、シラス関係の、修正とかが来てて、21万までもらえるようになったそうです。はい、ちょっと足りねえな全然サクスペやってなかったんで、ね、一応まあたまに1人か2人作ったりはしてたんですけど、はい、まあでもすぐ行くでしょう、21万ぐらいだったら。で、で、アキくんが629位で、まあ、4枚ゲットしたので、後ですね。で、とりあえず、どこだ？これか。もらっていきたいと思います。ざーす。これさ、もらい方全然直ってねえな。なにこれ、もう一回。何これ、なんかうまいもらい方ないの？誰か教えて、うまいもらい方ないのこれ。そう、教えて、うまいもらい方誰か知ってたら。もうでもここでもらえるだけもらっちゃうからあれだけど、はい、あ、90、これで終わるかも。あ、まだだ、80。あれ？あ、その、幅が大きくなってるだけね。幅が大きくなってるだけだった。ちょっと、ま、いつまでもらえるのこれ。いいね、結構もらえるね。まあなんか、サクスペはなんか、小刻みにもらえるけど、
そんなに豪華なものが少ないというか。でアプリの方は、まあ、ワンランクごとだけど、たまに PSR ハゲ像とか急にぶっ込んでくれるみたいなのがあるって感じですね。超豪華なのがたまにぶっ込まれてくるっていうのがアプリはあるって感じですね。はい、あれもらったかな。でまあもうちょっとあるんですけど、まあ多分ループしてる感じよね、アイテムも。158件、まあ、こんな感じです。まあ主に極意かな。極意とかきらめきが多くて、たまに補助剣とか石とかが入ってるって感じかな。急に金ハゲとか入ってないね。急に金ハゲとかね、どっか節目でいいからね、用意してほしいなと思いますね、アプリみたいに。きらめきとかしかないんで。はい、ということで回収していきます。まあ、なんで21万までいってる人は嬉しいよねっていう。まあ、あとスパンがね、スパンがやっぱ間隔空くことが多いかな。サクスペはアプリはね、なんかアップデのたんびにというか、結構短いスパンでね、パンパン新しい報酬くれるんですけど、まあどっちがいいとかではなく、まあ、でもプラハゲくれるからな。あっちはね。で金ハゲとかも、まあ、今回、あるけどね。あっちガチャスタンプとかでももらえるし、チャレンジでももらえるみたいな感じなんで。まあ、やっぱ若干多いよね、あっちの方が。アイテム的なところで言うとね。なので、はい。まあ、R とか PR とか、いろいろもらえますよって。はい、そんないっぱいでもないか。1枚、 PR1 枚、 PRSR1 枚、 R が2枚って感じか。あ、ここにもいるか。2枚3枚みたいな感じかな。はい、って感じですね。毎回ガンダーのおやつで金ハゲ配ってくれたらだいぶ神なんだけど、この累計とかに実は金ハゲがいるわけがないよね。はい、ということで。まあまあそんな感じかな。まあ、とりあえずし、とどろき、使っていきたい。宮迫さん使っていきたいのと、まあ、秋くん解放しますか。で、まあ、プラゴは一応作れてて、1枚余ってますよって感じなんですけど、まあ、どうだろうね。4までは確定してて、まあ、ここが2段階通れば、めっちゃいいんですけど。はい。お願いしまーす。おー、50になった。あざっす。はい。コンということで。50でどういうテーブルなんだ。まあ、どこで使うって言われたら知らんって感じなんですけど、まあ店名とかで、まあキャまあでもね。結局ね、こういう報酬キャラってあんまりキャラ持ってない人が、手に入れると結構いいですよって感じなんですけど、打撃メンタルでね、まあちょっと佐伯みたいな感じなんだけど、一応金徳4つ持ってるので、何シラスの時の総合力次第では、まあ、50いくつとかだとだいぶいいんですけど、そこの総合力次第ではシラス入れるかな。まあ、強すぎると入れないんですけど、基礎値だけの計算になるし、イチローさんとかでもなんか思ったより下がる時があるので、まあ、ちょっとそこは蓋開けてみないと分かんないんだけど、
まあ、それ次第では入れる可能性はあるかな。まあ、ただ別に骨入れとかは持ってないので、まあ、一応金徳持ってて、まあ、最低条件は満たしてるかなって感じなので、うん、まあ、シラスの強化でもしかしたら、あんまりね揃ってない人とかは、使えることはあるかなって感じだと思います。はい、って感じかな。はい、ということで、とりあえず今週もね、頑張っていきたいと思います。はい、以上かな。はい、ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とお願いします。バイバイ。